はやみぎょしゅう、はやみぎょしゅう、はやみぎょしゅう、1894年、明治27年8月2日から1935年、昭和10年3月20日は、大正、昭和初期の日本画家である。本名は、まきたえいち、まきたえいち、あとに、母方のはやみに改正。ぬぎこ、後年のち、ぎょしゅうとゴース。奥いせい空論ぬくんしょう。 赤十字二等名誉勲章受章。今村志向は、兄弟子。1894年、明治27年8月2日、東京府東京市浅草区に生まれる。従来の日本画にはなかった徹底した、写実、細密描写から、やがて代表作、炎、舞のような象徴的、装飾的表現へと進んだ。長くない生涯に、多くの名作を残し、明治、 三椿、明治地理椿は、昭和期の美術品として、最初に重要文化財に指定された。1935年、昭和10年3月20日、長地府府により救世した。1894年、明治27年、七夜を営む巻田良三郎を、糸の次男として、東京府東京市浅草区浅草山町二丁目16番地。 現在の東京都台東区浅草橋一丁目に生まれ、本名は、牧田栄一。1905年、明治38年、東京市立育英神城高等小学校高等科2年に1900年に入学した、市立篠塚神城小学校から編入。少年期からがに興味を持ち、1908年、明治41年に卒業すると、牧田家近隣の要塞派の画家、 松本風子主催の安雅堂画塾に入門した。画塾に入った理由は女衆が自宅の襖に描いた群取りを風子の出事、神や国が見て感心し、画家にしたらどうかと入塾を進めたからである。草原子が山和へ、俵や宗達、小形光林などの奮本を模写する一方、同門の仲間でどんぐり会を結成。近郊を写生散歩して回った。 1909年、明治42年1月、市の風子から、野木子、過去の号を授かる。風子は自称、投げやり教育というユニークな教育方法で、数百人と言われる門人を輩出した卓越した教育者だったが、御衆の才をいち早く見抜き、門人に移させる奮本も御衆には、特別に良いものを与えるよう指示していたという。同年同月、母方の祖母である、 早見菊の養子となるが、引き続き、牧田生を名乗る。1910年、明治43年3月の辰巳が開店に、初めての展覧会出品となる、小春を5月の宇ご開店には、学人を、牧田の義子の名で出品。1911年、明治44年、辰巳が開店に、室ろの縁、室ろの縁を出品し、一等宝城を、受け区内紹介上げとなる。 同年、同門兄弟子の今村志向に従い暮れ次会に入会。その後、御衆は志向から多大な影響を受けた。1912年、明治45年、号を自ら後年と改める。1913年、大正2年、暮れ次会が解散する。その後、最高日本美術院展、院展に活躍の場を移す。 前年の文天落戦作に過失して、辰巳が開店に出品した方が、東京国立博物館像を、美術家のパトロンコレクターとしても知られる、実業家の原富太郎三景が購入した。これを契機として、原から援助を受けるようになり、原は、以後、漁衆の最大の講演者となる。1914年、大正三年1月、豪漁州と改め、この頃から、 早見生を名乗る。同年、今村志向を中心とした美術団体赤妖怪を結成。その後、1916年、大正5年に今村が死去するまで活動を続ける。1917年、大正6年9月の第4回院展に落外6台を出品し、横山大観、下村勘山らに激賞され、川端隆子と共に、 日本美術院の導入に推挙された。1919年、大正8年、浅草駒形で線路に下駄が挟まり、自然に引かれ左足切断の最下に見舞われる。しかし、巨州の画に対する熱意には全く影響せず、その後も、精力的に活動を続けた。1921年、大正10年、年長の友人で援助者でもあった、資産家で、 芸術愛好者の吉田幸三郎の妹と結婚する。この頃、洋画家の岸田流星の影響を受け、写実的な様式の生物画を描いた。陶磁器や果物などを材質感を備えた白身の写実で描いた作品は、従来の日本画には見られないものであった。1925年、大正14年夏、軽井沢に別荘を借りて、 一家で滞在中に代表作の一つである、炎、舞を完成させる。1929年、昭和4年、第十六回テムに、明治、三椿を出品。翌1930年、昭和5年1月には、イタリア政府主催、大倉吉治郎男爵公園のローマ、日本美術展覧会の美術施設として、横山大館夫妻、大地召喚らと共に、 横浜港より船で通し、ヨーロッパ各地及びエジプトをめぐり、10月に帰国。この展覧会に、明治、三椿を出品し、イタリア政府より、奥伊勢空論の勲章を受賞した。当中、ジョットやエルグレコに魅せられた。1931年、昭和6年には、ドイツベルリンで、日本現代画展が開催され、出品作品が好評を博したため、 ベルリン国立美術館に寄贈し、ドイツ政府より赤十字に透明予勲章を受賞した。日本に帰国後も日本画の新しい表現方法を模索し続け、数々の名作を発表する。魚衆の画業は、初期には新南画と言われた今村志向の影響を受け、リンパの装飾的画面構成や西洋画の写実技法を取り入れつつも、一つの様式にとどまることなく、 生涯を通じて画風を変え、写実に装飾性と象徴性を加味した独自の画境を切り開いた。そのため多くの美術家から日本画の将来の担い手として職望されていた。1935年昭和10年2月に発病し、3月16日に蝶地フスと判明して日本赤十字病院入院後3月20日に急性した。三月十六日、 世田谷区北からす山の妙高寺に葬られ、1940年、昭和15年には、御州の墓に隣接して、今村志向の墓が移された。御州の号の由来は、俵屋宗達の、源氏物語見を尽くし赤安屏風、六曲一層、国宝の見事さに感心し、その屏風に描かれた金銀の波状に浮かぶ、御州、飛人の乗る船から取ったもの。また、 早い水に船を漁すとも取れる。漁衆は四十歳の若さで没死したことに加え、もともと過作な作家であった。さらに、関東大震災で多くの作品が消失したこと、漁衆が自分の気に入らない学校や死体を焼き捨てたことなどにより、現存作品は六百点ほどと言われる。うち、約百二十点を山種美術館が所蔵する。 同美術館の魚舟作品の大半は旧畑コレクションに由来するものである。早見魚舟に関連した記念切手として発行されたガール。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。